キング&プリンスの永瀬廉25が1月30日夜にインスタグラムで性配信を行い、ファンを歓喜させた。性配信には、旧ジャニーズ事務所に同期で入所したなにわ男子の西畑大吾27と AA グループの正門義則27も参加。狐のおつら、おたふくのおつら、鬼のおつらをかぶって素顔を見せずに、共に1月生まれの永瀬と西畑がそれぞれケーキで誕生日を祝福し、正門のことはいじり倒すなど、終始わちゃわちゃと仲の良さが伝わってくる配信となった。3人の性配信に。同期3人インスタライブ楽しかったですありがとう。もんくんがただただ優しいのがよく伝わった。正門くんありがとうまた出てね。同期3人仲良しなのが伝わってきて楽しかったよ。やすくん、大吾くん、正門くん、突然のゲリラインラインにびっくりしたけど、すごく楽しかったよ。といった声が上がった。永瀬さんは東京のジャニーズからキンプリとして CD デビューを果たしましたが、もともとは大阪で育ち、関西ジャニーズ JR として活動を開始。一時はなにわ男子の西畑さん、大西流星さん22とユニットなにわ王子を結成していたこともありました。だからこそ関西弁をしゃべり、関西のノリではっちゃけるというのは本来の姿でしょうし、特に同期の2人と一緒にいる時間が楽しいのでしょうね。以前にも増して関西ジャニーズとの交流を深めようとしているようにも感じられます。ワイドショー関係者。ニュース脱退から関ジャニへと専念の錦戸亮の前例も。2023年12月18日放送の CDTV ライブクリスマス SPTBS 系にはキンプリとなにわ男子が共に出演。この日の放送では2023年のヒットソングやクリスマスの名曲を VTR で紹介。クリスマスの定番曲であるマライア・キャリー54の All I Want for Christmas is You が流れた際にはワイプで永瀬と道枝駿佑21が手をつないで密着。二人で顔を見つめ合ったり、永瀬が道枝の手の甲にキスをしようとしたりするなどの仲睦まじい姿を見せていた。永瀬にとってルーツでもあり、同期もいる関西ジャニーズへの愛着はいまだに大きいのだろう。今回のインスタライブを受けて X ツイッターには、大ちゃんも正門くんも関西弁だから安くんもより関西弁になるよね。同期三人だといつもこんな感じなんだね。三人ともマジ関西男子って感じで楽しかった。やっぱり俺といるより関西方面の方が…ってかいぴが気まずい顔しちゃうから連比早くアマ見つけて引来したげて。といったコメントも寄せられた。元関ジャニエイトの錦戸亮さん39は一時はニュースと関ジャニを掛け持ちしていたものの、ニュースを脱退して関ジャニに専念。そういった前例もあり、今後、永瀬さんがキンプリ、高橋海人さん24以上に関西ジャニーズのタレントと接近していく。そうしたことを心配しているファンが一定数いるようです。前室のワイドショー関係者。高橋海人は、フォローも…永瀬廉は、フォロー返しせず。永瀬は自身の誕生日である1月23日にインスタの個人アカウントを開設。フォロワー数は、99万人1月31日午前10時現在と間もなく100万人に達しようという勢いだが、開設から1週間以上が経過しても永瀬自身は未だに誰もフォローしていない。高橋さんや元メンバーの岩橋元気さん27からフォローされているものの、永瀬さんは誰もフォローしていないんです。特に深い意味はないのかもしれませんが、永瀬さんは元気くんフォローしてくれたの気づいたかなてか海ちゃんフォローしてあげてくださいわらといった声も上がっていますし、高橋さんとの関係を心配するファンもいるのではないでしょうか。仲が良くないとかはありえないでしょうが、前室のワイドショー関係者。その高橋をめぐっては、俳優の有村架純30との3年にわたる真剣交際が2023年12月に報じられたばかり。一部ファンは怒り心頭で、ファンを降りると宣言している人もいるほど。平野翔さん27、神宮寺勇太さん26、岸優太さん28が脱退し、高橋さんと2人になり、その高橋さんに真剣交際が発覚。まさに今こそ、永瀬さんと高橋さんの絆が大切な時期だと思われますが、高橋さんのインスタのフォローをしない件などと合わせて、キンプリ外に興味がいっているようにも見える永瀬さんの動きに、ファンは心配になっているのではないでしょうか。全道。永瀬にとって関西ジャニーズは原点。深い愛着があるのは当然だが、ファンは高橋とのより濃い関係性を感じたいのかも。画像、大連フォーエバー永瀬廉、西畑大吾との尊すぎる。同期組の顔面密着ツーショット。永瀬の同期には2023年12月30日にコンプライアンス違反で旧ジャニーズ事務所を退所した元 AA グループの福本大成24もいる。そのため3人の性配信を見たファンからは、この同期組に福本入る可能性も話題に出ることもなくなってしまったんかといった声も上がり、福本大成が X ツイッターのトレンド入りした。